文の里停留場は、大阪府大阪市安倍野区にあった、南海電気鉄道平野線の駅。旧分の里停留場後の記念看板、南海平野線と文の里停留場を現在の、大阪市安倍野区分の里2丁目、昭和町1丁目の境界付近、文の里商店街の入り口近くにあった。千鳥式配置の端式2面2線のホームを、設置していた。この近辺は、 天王寺土地株式会社が住宅地として開発し、また同社は駅を建設して南海鉄道に寄付した。同社は付近に学校が多くあることから駅名を文の里と命名した。その後駅名にあやかり、1951年には駅周辺の住居表示も文の里と解消された。出札窓口、ラッチを備えた平野線の中間駅唯一の駅員配置駅だった。 多くの乗降客に対応すべく、ホームは幅は広くゆったりしており、二両連結運転に対応した長さであった。その後、阪神高速14号松原線工事に伴う線路移設によりホームも移設した。用地の関係上、下りホームは幅が狭くなってしまったが、朝のラッシュに備える必要のある上りホームは、旧来の幅をほぼ保ち移設された。 ただし上下のホームとも、長さは一両分に短縮された。合理化の一環として、上町線のワンマン化とともに1976年に無人駅化された。ラッチは撤去され、出殺口が塞がれた。また、平野線の中間駅では、唯一、保線用の詰め所が併設されており、営業廃止まで活用された。駅跡地には、 南海平野線や分の里停留場の歴史を記した記念碑が建てられている。記念碑は地元の分の里商店街の要望を受け南海電鉄が設置した。ただししばらくは朝のラッシュ時のみ、周回札の係員がホームに立った。またこれ以降、平野線内で定期乗車券、回数券が購入できるのは平野停留場だけとなった。 板で塞いだ状態の出殺口は営業廃止まで残っていた。廃止後、建物は撤去されたが、当時のいびつな多角形の敷地のまま舗装され、現在は駐車場として使われている。ありがとうございます。